東山新社長で波紋。ジャニーズ帝国を救う鍵はタッキー、トべ、が握るのか。ジャニーズ事務所の創設者で元社長の子ジャニー北川氏の性加害問題の真相解明が続けられている。 9月7日14時には同事務所の記者会見を行う予定で、辞任する意向が伝えられている現社長の藤島樹ー慶子氏の後任には所属タレントの東山則之氏が就任すると報じられている。しかし、それがジャニーズの未来を左右する可能性が非常に高いのだ。 全編記事、新社長就任同時に東山則行が直面する、ジャニーズ帝国崩壊カウントダウン、より続けて紹介する。まさかの人選に関係者は落胆。小ジャニー北川氏の性加害問題で揺れるジャニーズ事務所。現社長の藤島ジュリー恵子氏は9月7日の同事務所の記者会見で、その進体について発表する予定だ。 その公認をめぐって波紋が広がっている。一部週刊誌などの報道によると、決定したのは所属タレントの東山紀之氏だというのだ。これまで、ジュリー氏の公認として、同事務所顧問でソニーミュージック出身の竹中公平氏ら、レコード会社や芸能プロダクション、さらに元 NHK 理事で同事務所顧問の若仙九郎氏など、テレビ局の出身者らの名前が挙がっていた。 しかし、彼らのような外部の人間ではなく、社長として名前が上がったのが、まさかの東山氏だった。そんな状況下で、東山氏が新社長になることは逆効果ではないか、と長年ジャニーズ事務所と仕事をしてきた民放局ディレクターは指摘する。東山さんが新社長になれば、ジャニーズはもう終わりで、しょう。 血縁関係はなくとも家族同然、その理由について民放局ディレクターに聞いてみた。まず彼は社長という人柄ではない。自分本位な性格であることから、後輩からの人望があるわけではない。それに、再発防止特別チームは、同社のガバナンス不全の最大原因に、同族経営を挙げています。 血縁関係がないとはいえ、ジャニー一族の最も近くにいた東山氏は家族同然と言っても過言ではない。それがダメだと指摘しているのに東山氏を新社長に据えるということは、問題の本質を何も変える気がないということではないでしょうか。ジュリー氏らが陰性を敷く上でも飾り社長として都合がいいかもしれませんが、 それに、東山氏はマネジメントや経営のプロではありません。真剣に会社を立て直したいのであれば、どうにか説得して、それなりの人物を連れてこなければなりません。東山自身がキャスターを務める番組内でも厳しい指摘と改革案を含む調査結果を重く受け止めると言い及ぼしていましたが、今日の段階では私としてはこれ以上のコメントを差し控えさせていただきます。 と述べるにとどまりました。東山がジャニー氏の性加害問題について知らないはずがないことはこれまでも再三指摘されています。7日の会見でジュリー氏と同じように知らなかったといえば東山氏は非難を浴びるだけではなく事務所の信頼は地に落ちます。事務所の行方は飛べ、滝沢氏に託された一方芸能事務所関係者は別の見立てを示す。 もう関係者は、皆ジャニーズ事務所の立て直しは諦めているんです。そのため今回の新体制を機に事務所を縮小する方向になると思います。そこで注目されるのが、滝沢秀明氏が設立した、戸部田元 V6 の三宅健也元キング・アンドピスの平野氏を神宮寺ゆうたらいはゆるやめジャニーたちが次々に合流した。 とべに今後もやめじゃにたちが参加するのではないかと期待しているファンは多い。本家のジャニーズ事務所が縮小すると同時にとべの方で受け皿を作る。今いる社員たちでジャニーズを再生させるのは厳しい。徐々にとべに移っていくことは免れない。ちなみに、ジュリー氏は会見を放り出すのではないか。 とも言われていますが、東山氏ともども出てきて、きちんと説明責任は果たすべきでしょう。ただ、どちらにしても失敗に終わる可能性は高いですが、前での芸能事務所関係者、東山氏がトップに立つことで、ジャニー氏が作り上げてきた、ジャニーズ帝国の崩壊カウントダウンとなるか、それとも不死鳥のごとく復活し、V 字回復を見せるのか、 運命の会見は7日14時に予定されている。さらに関連記事、停止聴率は無定簿金額で大ショックとなった24時間テレビが来年はもうできないかもしれないという意外な理由ではこの問題のテレビ業界に対する思わぬ余波について迫っています。週刊現代、講段社。